どうも、りょうへいです。そして、久保倉です。はい、お願いします。はい、ということで、2週連続練習参加ありがとうございます。はい、今日はね、結構な大人数かな撮影してるんですけれども、その中でね、やっぱり、僕といえばグラブ紹介。まあ、大久保くんにもいつも、してるたんびにグローブ紹介させてもらってるんですけども、はい、今日も何やらね、新しいというか、まあ、出してないグローブ持ってきてくれたっていうことで、はい、紹介させてもらおうと思います。でこの他にもね参加してる方々の、グローブとかを報告の後に紹介していければというふうに思っております。じゃあグローブをお願いします。前にポイント、はい、はい、スラッカーのファーストビット。軽いです。軽っ。幅これキャメル。一応キャメルです。とあとブラック、普通のブラックか、はい、でタン。はい、これちょっとさ、おしゃれポイント1個見つけたんだけど、はい、やっぱスラッカーって合わせるんだね、ラベルといい色です。ステッチを、はい、スラッカーってラベルの量多いからすっごいおしゃれにね、自分の好きなグローブ作れますもんね。はい、これはいつ頃購入？昨年の、はいはい、11月12月頃です。あ、じゃあ買ってまずすぐ。はい、比較的新しいの。また自分湯もみ。はい、自分で。はい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 、自分湯もみして。湯もみスタートって何やってる？湯もみスタート、基本的にまあ、自分で湯もみしました、はいはい、でそのまま置いとくと固くなったままなので、うん、自分の場合はだいたい6時間に1回ぐらい軽くほぐしながらやってます。はいはい。で終わった後は何塗ってます？基本畠山のグラバックスか、あとスラッカーも同じワックスのがあるので、うんうんうん、それを使ってます。はいはいはい。何塗ってるのかなって。なんかいつもさ、はい、スラッカーって正直湯もみし終わった後に乾燥させすぎるとパサパサになるイメージあるじゃないですか、はい、一切全部のグローブ一個もパサパサしてないから、そう、何塗ってるのかなと思ったらちょっとベトベト系を塗ってるって、はい、なるほどね。はい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 。すいません、ちょっと紹介中にちょっと気になったことがあったので挟んでください、はい、こだわりポイントというか、このグラブの型番自体があんまり大きすぎないっていうのと、はいはいはい、深くなりすぎないファーストミットなので、うん、内野やりながらでもファーストにコンバートしても違和感なく、はい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 、試合に臨めるファーストミットだと思います。なるほど。いや、あのね、スラッカーってはグローブもどちらかというとね、コンパクトめっていうイメージすごいあるので、はい、そういったところで言うとスラッカーらしいファーストミット、ファーストミットらしくないけど、はい、スラッカーっぽいらしいファーストミットって感じ、はい、のファーストミットですね。いや、素晴らしいね。いや、この前のね撮影の時もちょっと使ってたよね。はい、使ってます。とかでマジで取りやすそうだったので、翔平さんもね来てもらって、たまにファーストなんか守ってもらっちゃって、はい、まあ、基本ショート守ってほしいけど、ね、であのバシバシ、はい、みんなの早急に取ってもらえればと思います。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、次はね、お久々の、参加ですね、江頭君に。お久しぶりでございます。はい、まあ、仕事頑張ってるようで何よりです。そうですね、はい、本当に忙しくて、はい、じゃあね、まあ、映画といえばね、僕の初期のグローブトーク力を磨いてくれた恩人でもありますので。思ってる？いや、猫かぶってるね。だよね、思ってないよね、絶対。まあまあ、うるしい、黙れ。ちょっとグローブ紹介ひどいね。最近もうちょっと仕事が忙しすぎて、そうね、もうグローブっていうものを、すみません、忘れてました、いろいろ。でも買ったんでしょ？買いました、買いました。これです。はいはいはい、はいはい、新しいグローブね。はい、Z の源田選手モデルの限定でよろしいでしょうか？今年の限定かな。ほう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 、はい、春夏かな。買ったのが多分ね、5月とかそのあたりだったような記憶があるから、多分今年のまあ春ぐらいの限定、はいはい、オルサとかではないんで。これのね、サックスもあるよね、確か。サックスは確か、そう、青と、あとね、このエンジが赤っていうのと、確か3色あって、サックスが青だった。そう、青だった。で、はいはいはい、この色が僕の会社の色にちょっと言うな、危ない、近くて。いや、大丈夫。そう、ちょっとね、色でこれは選んだ感じですね。はいはいはい、この色が良くて買いました。源田選手モデルで、はい、これは小指じゃない方だね。じゃない方ですね。はいはいはい。で、はい、中指に、はい、こうやって今僕に中指つけちゃってます。こういう YouTuber にはならないようにしてくださいね、皆さん。大丈夫、使わないから。使え。で、中指に Z の刺繍で、ここだけ黒なんですね。そうですね。で、全部黒い部分が片押しレザー。なんかそう、ね、このタイプ俺初めて見て、 Z で、うん、まあ、これまであったんだろうなと思うんですけど、本当に最近こうグローブを僕触れてこなかったんで、うん、めっちゃオシャレじゃんと思ってっていう感じで見つけました。ね、Z の片押し技術が最近すごいんですよ。ほうほう、知らない間に。今ね、知らない間にね、バラ柄みたいな。バラ柄？そう、母の日と父の日のやつか。そう、あ、それは見たな。でね、オールスターもそう。へえー、あ、そうなんだ、うん、へえ、っていうような感じで、 Z はね、はいはい、軟式用でもその片押しおしゃれの出してくれるっていう風なメーカーに変わってきてるので、はい、いいっすね、うん、おしゃれだ。俺3年前なら絶対めちゃめちゃ買ってるやつ。本当に。なるほど。これこだわりは、まあとりあえずもう昔から見てくれてる人は分かるかもしれないですけど、まあしっかり開いて、うん、こうちゃんと握れるような方っていうのは僕もともと好きな形なんで、まあ、あえて小指じゃなかったやつを選んでるのはそれもありますね。小指だとこうひねり取りみたいになっちゃうから、まあ、 それが僕あんまり僕は好みじゃなくて、うん、こうしっかり掴む、まあ、ひねりっていうか、こう掴んで開けるようなモデルに
近づけたいなと思って、まあ、購入したのもありますしね。まあ、開いて掴んで、そうですね、まあ、ここ最近本当グローブ買ってなかったんで、ちょっと野球もやってないし麻痺ってたからちょっと買おうかなと思って買ったのがこれなんで OK です。じゃあちょっとこれ僕が使わせてもらう、はい、絶対無理です。だって今日これ未使用だからね、使ってないからね。今日初だから、あのもうグローブ買うときはノリと勢い、そうはい、っていう感じなんでね。 OK です。じゃあちょっとね、はい、あの仕事も大変みたいですけど、はい、できるだけぜひやってもらって、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いて吉田さんに来ていただきました。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということで、ねまあ、吉田さんといえば年末にあのブラザーさんのね、はい、イベントに参加させていただいた時にグローブに紹介取らせていただいたんですけど、その時は YGS グレーのとナイキのピッチャー用、あれはダルビッシュ、あそうか、ダルビッシュさんモデルの、紹介をその時にしていただいて、今回もねすごいいいグローブを持ってきていただいたので紹介してもらおうと思います。こちらのグローブが、はい、アトムスの内野用グローブです。はい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 、こちらです。アトムズ配色いいっすね。正直配色に惚れて買って、あの購入したとこがあの BB パートナー宇都宮店さん、宇都宮コマニュードーム店さんなんですけど、ここで正直買うつもりなかったんですけど、もう衝動買いですね。まあ、グローブってそうですよね、革とかってちょっともちっとしてるじゃないですか。そうですね、多分寺田レザーかなと思うんですけれども、あ、そうですね、北海道って書いてあるんで寺田っすね。なんでしっとり、革多分オイルの馴染みめちゃくちゃいいと思うんですよね。めちゃくちゃいいです。で、型の特徴的には何かありますか。広い、はい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 、どっちかというとサードっぽいような感じで、でも大きさ的には多分セカンドショートぐらいですよね。そうですね、ちっちゃめのサード用。そうですね、でポケットしっかり深い、しっかり掴む形っていう感じですね、はいはいはい、クロスウェーブのいいところが出てますよね。そうですね、正直僕は本職がピッチャーなので、そうですね、当て取りとかそんな技術はないので、しっかり取ってっていうところでしっかり掴んでっていうのを意識したら、まあやっぱクロスウェーブで一番いいかなっていう。そうです、この配色に惚れてはめてみたら型もいいじゃんっていう、これ売った人なんで言ったんだろうって今でも思ってます。あっちかね。そうですね、これ紐は自分で交換されました。これはもともとで、それもいいなと。ウェブとベルトとかはみ出しとかは分かるんですよ、オレンジなのは、はい、紐が最初からグレーっていうのは、これ一応オーダーなのかな。いや違うよな、限定だよな多分。そうですね、おそらくすぐ使える状態で店頭に置かれてて、はいはい、ちなみにちょっと下水こと聞きますけど、一応まあ中古品じゃないですか、はい、お値段ってどれくらいだったんですか。中古でちょっと割引させていただいて、はいはいはい、25,000円。マジっすか。正直それもまあ一般的な、はい、ちょっと野球やってる方からしたらそんな高いって思うんですけど、うん、野球やってる方からしたらこれ25,000円で買えるなら安いもんだろう。おかしいです、おかしいです。という感じで、でも片付けってことは即戦力グラブが、でしかも状態めちゃくちゃいいのが、店舗の湯もみしたグローブ置いてあるのを買ったみたいな感じ、ね、そうですね。であとこだわりがこの掛け紐のところを結ぶんじゃなくて、はいはいはい、玉にしてて、ここがねあの普通の結びじゃなくて、そうですね、で多分掛け紐これあの3本掛け紐だと1本なんか結びづらかったのがありますもんね。そうですね、なんかピローンって出てるのもこっちの方がまあフィット感は増します。そうですね、親指のズレがないイメージです。まあ、今後もね、絶対に会うことあると思うので、はい、まだまだ紹介しないグローブありますからね。そうですね、まだたくさんあるので紹介させていただければ、はい、あの次回以降、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日はね練習会に参加していただいた皆さんのグローブ紹介の方させていただきました。皆さんねとてもいいグローブばっかりだったので、ぜひぜひコメントでねこのグローブが良かったみたいなね、言ってもらえればと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ、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 翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。